自分はその派手な活躍のための下準備というか、こういうデッドヒートっていうんですか、そういう時に必ずそういう場面をくれると思うんで、いや今はこれでいいんです。ここで一緒に死ねたらいいと、すがる涙の意味らしさ。初めてその同性愛者の気持ちが分かったというか、もう監督は死ねと言えば死ぬぐらいの気持ちいますんで、ちょっと腐ってた時代にパンチパンを一時やめてたんですが、今監督がパンチはパンチじゃなきゃダメだと、俺が言ってるところ行けっていうことだったもんで、ちょっと遠いんですが、またその監督と同じ椅子に座って、やってもらってるってだけでも、なんかこうお尻が気持ちいいっていうか、なんか変な言い方ですけども、今言ってます。月の松島しぐれの白、昨日と明日は違う、未練が募るだけ。子供も生まれて元気は元気なんですけど、一皮むけたと。お前が俺には最後、監督はここで行ってくれっていう時に、なんとかできる選手になりたいと。今危険球の問題とかありますけども、ツーアウト満塁、危険球でもいいから当ててくれと。西武との天王山と、そこで一本出ればいいっていう考えでいるんで、頑張ります。